こんにちは、こんにちは。やっほー。こんにちは。目薬、目薬ちょっとおいで。こんにちは。こんにちは。お元気ですか？この時間は結構早いから人が来ないのかな？もしかして、もしかして結構人が来ないか？そういう感じ？もしかしてそういう感じ？インスタを見てみようか。生誕祭のさ、生誕祭のさ、曲とさ、衣装を決める季節が来たんだけどさ、何がいい？マリン、衣装とか詳しくないからわかんないんだよ。曲も何がいいんだろう。みんなは何をやってきたんだろう。そうなんよ。かあ。なめくじハートの衣装着たらやばいでしょ、マリンが。それやばすぎだよ。何がいいかな。何を歌うかにもよるんだって。すごい悩んでる。それディアジェイ、サエさんのやつ着るってこと？ディアジェイを歌うってこと？怒られるよそれ絶対。妄想ガールフレンドはなし。絶対嫌だ。この生誕スタイル最初で最後かもしれない。え、そうなんだよね。NMB の曲しか歌えへんの？え、そんなことはないと思うよ。48ならいいと思うけど。ジッパー、ジッパーね。多分用意できるやつじゃないと無理だと思う。 NMB 側が持ってるやつ、 AKB さんのやつとかだと預けちゃ、あの AKB さん側に渡ってるから
確実に衣装を用意するんだったら NMB の曲がいいと思う。どうしようかな。衣装が可愛いやつ、可愛いっていうか好みのやつがいいよね。うん。エンドロール、あーいいね。いやエンドロール歌うかとは分かんないけど。エンドロールの衣装かわいいね。うん、カタルシス、カタルシス、カタルシスの衣装あまり見たことない。カモネギ、え、カモネギの、え、カモネギの水色着たい。星空のキャラは絶対やだよ。厚着はちょっと困っちゃう。え、カモネギの水色の衣装着たいんだけど、やばい。あの銀ピカのやつ、アルミホイルみたいな銀ピカのやつ可愛くね。あれないのかな、とかないとかっていうのもあるのさ、用意できないっていうのもあるの。あとはその衣装を着るんだったらその曲しか歌っちゃダメっていうのもあるのね。どう思う？なんからしくないの、琴ちゃんが着てたマリン色のやつもあれらしくないしか歌っちゃダメらしいの。そう、 MV 衣装っていうのは絶対その曲しか歌っちゃダメらしくて、悩むな。ところちょっとマリンは NMB の知識がすごい詳しいわけではないので、ちょっと皆さんの案も欲しいので DM なりあれでください、ぜひ。だからどうせなら着たことないやつを着たい。一人でカモネギ踊り出したら面白いな。そんな、どうしようかな。マリンが好きそうな衣装でみんな考えてみて。よかったら。全然知らない曲もあるかもしれないし。何がいいかな。二度と着れないかもしれない。そうね、どうせならあんまり着れないやつ着たいなって思うんだけど、歌と踊りととかって考えて、なんかいろいろバランスを見て決めたいんですよね。あ、あれいいじゃん、初めての星。よくない？でも一人で歌うのって結構きつい。一人かもね、ギャルなら二人のメンバーは両サイドで見守っててほしい。確かに。でも初めての星の衣装って、あのあれ
熟労ね、きつそう。なんか衣装はアイドルっぽいのがいい、どうせなら。でも初めての星の衣装を着たいかと言われると違うかもしれない。だからその MV 衣装じゃがないやつの衣装だって初めての星を歌うとか。おにゅうのまばきもう可愛い、めっちゃ面白いな。マリがおにゅうのまばきやったらめっちゃ大爆笑じゃない？やりたいんだよね実は。いや絶対笑うもん、みんなそんなおニューとかやったら。やりたいけどめっちゃニヤニヤってもうみんなさって感じだよね多分。どうしよう、ちょっとみんな案をください。ぜひ DM で、全然長文でいいんで参考にする。北川賢治はちょっとキャンセル。お願いします。あれは休戦協定のあの水玉のワンピースまで行きたいんだけどダメかな。あれ休戦協定しか歌っちゃダメとかあるないんだったら来たいけど。水玉いつか着れるんじゃない、あるかな、いつか着るんだったらいいやってなっちゃうんだけど。絶対ねえだろ勝負みたいなやつを着たいよね。でも、うん、でもマリも知らない曲があるから全然みんな送ってください。ぜひ DM とかリプで。なんかみんなさ自分のさ境遇に合わせて歌う歌うわけ。あんまり見たことないんだけどさ、みんなの自分の感情にとかさ自分のストーリーに合った歌を選ぶわけ、それとも歌いたいやつを歌ってるわけ。みんなたことない衣装が着たい。マリンは着たことないけどマリンっぽいやつが着たいな。みんな結構自由そうなんだ。そう、 N ダッシュのソロ曲もあって、そこに歌いたいやつをマリー1個入れてるので、それを生誕で歌ってしまうとネタバレになっちゃうしという、ね、難しいのよ。これじゃない？どう思う？あれって MV の衣装、あれで何でもいいんだったらさ、あれでよくない？なんか正義の拳みたいな、なんだっけ、拳の正義なんだっけでもアイドルじゃないなと思うね。でもさ、あの特攻服を借りれるんだったら着とくべきじゃないとは思う。
におニューの上向きやばいでしょ。それはやばい。あの特攻服着てあれやればねえって一人で。でもあれでスピーチしてるの考えたらめっちゃおもろいな。え、ありじゃない？それかあのマジスカマジジョマジジョの時にマリンに用意させてもらった衣装をもう一回着るとか。あり？ありなんじゃない？どうしようね。あり。写真、そう、写真撮れなかったんだ一回も。そうなんよね。いやでもアイドル調子、あ、ちょっとアイドルしたくない？着たいんだよ。それも着たいけど、ちょっとアイドルっぽいのも着たいな。でももうおニューの上履き、ちょっと調べてみるね、いろいろ衣装。あれなんだっけ、あれカモネギ、カモネギくす衣装、あー、え、めっちゃ可愛い。え、これかわいい。カモネギックスの水色マジでかわいくない？タイプ好みなんだけど。ちょっとマジで、え、これもかわいい。これなんだろう、何の衣装なんだろう、見せたら分かるの？これ、これ何の衣装？これめっちゃ可愛いんだけど、これの水色と紫。これ何の衣装ですか？え、めっちゃカモネギ着たいんだけど、言ってみようかな。名前は知らない。あ、そうなんだ。何の時の衣装とか知らないの？あ、決めた！待って、これ決まったんだけど、待って決まった！決まりました！決まりました！これだよ、これこれだよ、これ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 、ココテンのあの怪獣みたいなやつのケイッチさんが着てるやつ、それじゃない？絶対これだよね。え、そんな気がしてきた。え、違う？どう思う？情熱ハイウェイ？え、でもそれ情熱ハイウェイしか歌っちゃダメですって言われたらやめるんだけど、これが着たい。え、
え、これってなんかの、これ着たい。これでなんか歌おうかな。あり？いいですか？いいですか？とか言って。ちょっと今悩んでるんですけど。え、これが着たくなっちゃった今。そうしてみたいと思う。ちょっと検討しちゃおう。じゃ NMB 衣装で調べたらいいのかな。いけるね、何でも歌えそうだね、この衣装だったら。悩む。なんかマリンが好きそうなやつだったら教えてください、みんな。ぜひ、ね、今思ったんだけどさ、あの芸人のさ、水色のワンピースってさ、タキシードサムじゃねっていう怒られる、思うんだけど、どう思う？芸人のワンピースってさ、タキシードサムなんじゃねって思うんだけど、似てない？結構思います。え、決まっちゃったじゃんこれ。絶対にカボネギか、さっきのココテンの最後のやつがいいな。ココテンアンコール衣装。情熱ハイウェイ衣装の上に、情熱ハイウェイ、お、めっちゃ出てきた。いいね。来たい来たい。とっても来たいです。考えておきたいと思います。まだ30分しかかかってないんだって、この配信。イエイエイ。天神姫は来たことがあるから、今日変なコメント多くね。ブロックブロック。今日は変なコメントが多いね。ぴょん。今来た、こんにちは。あ、小指だけ爪を伸ばしてるのがバレちゃって、
いつもより早め？早めです。アンジービー起きてます。モバメ見た？みんな髪がぴょんぴょんしちゃって、さっきと態度が全然違う。え、どういう違う？どういう違いですか？どういう態度ですか？妙夜早かったのレナタン出れなくなっちゃうから。そうです、レナタンが8時までだから、配信がだから一応早くやってみました。そういうことよ。一応ね、多分大丈夫なんだろうけど、早くやってみたよ。みんな分かってたと思われてしょ？分かってたでしょ？マリンがこんな早くやるわけないってことはメンバーが若いんだって感じでしょ？妙夜新規さんは緊張してた妙夜とのギャップに戸惑い中、ようこそ。こっちが本当です。こっちが本当の勝負です。よろしくお願いします。くつろいでる、くつろいでるはない、くつろいではないですよ。普通、くつろいでる。今日朝食食べれなくて、朝食、はあ、面白い、いいね、それ使っていくわ。いい、それめっちゃいいね。明日の企画プレゼン準備済み。まったくまったくまったくやること多くて、やること多くて、やること多くて、やることが多くて全然進まない。何も、どういう感じないよね。やること多いけどやってないよね。今日テンション高くね、漏れてるからかな、漏れてるからかもしれない。顔が、この配信はもうちょっとで終わります。まだだった。インスタライブは30分ぐらいしかやらないかな。ダジャレの回ですか？いいえ、全く。生誕祭で着る衣装を決めてたんですよ、みんなで。
何がいいですか？遅れてきた方々ぜひ DM などで着てみてほしい衣装とか送ってくださいっていう話だったよ。マリンが着たことないやつでお願いしたいなっていう感じ。候補は決まった。候補は2個ぐらい決まったんよ。着たことないやつでお願いしますね。皆さん送る際は着たことないというか色違いとかだったらいいよ。柄違いとか。よろしくお願いします。決戦投票するかもしれないししないかもしれない。え、みんなさ、あのゲーム何やってんの？生誕祭って教えて教えて、過去の例を。みんな何やってる？あのゲームコーナーみたいな、セレクトコーナーっていうの？何やってますか他のメンバーワードウルフ。なるほど。尻文字。マリンクイズもいいよね。いいねいいね。ラップバトルむずくそう。むずそう。それは結構伝言ゲーム3人でやるのめっちゃむずくね。何が面白いんだろう。一人ゲームはなんか距離近くてダメって言われそう。ギネスに挑戦。そんなことがあんの？むずー。何がいいんだろう。ルービックキューブ。え、むずそう。モノマネクイズ。なんかあれはなんか後ろでこうやってさ、お題をこうやって出しててさ、でなんかやってさ、あれです、あ、ピンポンっつって次の人こうやってピンってやってさ、次の人ピンポンっつってさ、こう当てるやつ。あ、これがジェスチャーゲームっていうのかな。あ、それがジェスチャーゲームっていうの。それにしよっかなベンスオブゲーム。早押しじゃない。何回何問正解できるかってやつ。そういうの全部いいよね。普通にメンバークイズ。え、ということマリンクイズってこと？マリンクイズ？マリンクイズがいいかな、やっぱり。マリンクイズやって、当てたメンバーの顔をゆで卵に描きますみたいな。じわるね。
考えておきましょう。ゆら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 。正解が出なくても面白いかなっていう。そういう感じ。そうしましょうか。考えておきたいと思います。それもなんかいいのがあれば送ってください。近々提出しなくてはならないので、よろしくお願いします。客席と DMM でファンは回答します。そうね、だからマリンの生徒さんに来る人はホワイトボード持参お願いしますみたいな感じ。いいね、そういう感じにしよう、そういう感じにしよう、そういう感じにしよう。いいと思いました。いいね、面白いね。生誕グッズホワイトボード、やば。生誕グッズはさ、生誕祭の日からじゃないと買えないの？生誕グッズってもう事前にゲットできんの？どういうシステムなの？生誕祭の日から、それとも生誕誕生日の日からなの？違うか、生誕の日か。なるほどね。じゃあ生誕 T シャツは事前にゲットできる系か。なるほど、やで。理解しました。わかりました。皆様を楽しませられるように頑張りたいと思います。じゃあさ、その生誕祭の時にはもう出来上がってるってことだよね。楽しみー。マジで愛用しちゃおっと。誕生日は29ですよ。お見知りおきよ。なんかそんな感じの自己紹介なんかあったっけね。お見知りおきよ。なんだっけこれ。忘れちゃった。誕生日は29ですよ。お見知りおきよっていうさ、自己紹介なかった？誰か、誰か。あ、誕生日、なになに、あ、なるほどね。誕生日で何歳になるのかってこと。それは21歳。それは21歳ですよ。お見知りおきよっていう自己紹介なかったっけ、誰か。忘れちゃったな。じゃあ自己紹介変えようかな、マリン。以後お見知りおきよ。ポポッっていう。
自己紹介にしようかな。ありあり、マリンと勝負だ、じゃんけんしょ。ありがとうございます。北海道出身発達の勝負マリンです。以後お見知りおきを。ありがとうございます。という自己紹介にしようかな。あ、土佐くだまち、土佐くだまち忘れてた。ああ、土佐くだましの後に言わないためか。え、じゃんけんをなくす？え、絶対お虫を着ようっていう自己紹介あったって、多分どっかで。忘れちゃったな。ずさんこだまし、ミスタールブサ、ミスタールブサ、ミスタールブサ。以後お見知りおきを。でみんながははーっていうのどう？よくない？みんなが「ははー」って「参りました」みたいなの言うの。めっちゃおもろいんだけど、結構いいと思いました。かたじけないとか言って、もうちょっとでランキングを読むんだよ。なんかさ、ポポちゃんっていう人のコメントがめっちゃマリンの母がしそうなコメントばっかりなんだけど。母みたい。こんばんは皆さん、初見です、ありがとうございます。こんばんは。実は母、ありえるよ、ありえますよ。でもさっき関西弁使ってたな。お話し会申し込みました。ありがとうございます。どちらかといえば母にですか？どちらかといえばね、髪の毛が抜けた。もうちょっとランキング読むんだ。なんでやねんとか使うようになりましたか？使います。使いますよ。お話し会全落ちでした。マジ？みんなはどうだった？全落ちだって。次こそ五分になるぞ。
えいえいおう。え、でもやばい、なんかちょっと休まないとやばそう、携帯が。なのでちょっと早めにランキングを読んで、ちょっとね、携帯を冷やしてからやろうかな。ということでランキング発表。13位こんちゃん、12位ばやしさん、11位たーちゃん、10位サインタン、9位はじさん、8位たつおじさん、7位しげやんさん、6位はばちゃん、5位ひろかつさん、4位クレパスゆうちゃん、3位ゆうくん、2位すえひろさん、1位まりゅうさんです。ということでちょっと携帯を冷やす旅に行ってくるので、この後はインスタライブをちょこっとできたらと思います。よろしくお願いします。はい、さよなら皆さんありがとうございましたね。じゃあね、今日は漏れてんな。じゃあね、今日可愛くない？結構。じゃあね、バイバイ。